どうもあなたのご飯のお供ワッキー TV です。さあ、京都に来ていよいよ最後の3店舗目なんですけども、もともとこの梅新は焼肉から始まってるそうですね。京都の焼肉屋はね、初めてなので、もう今からすごく楽しみなんですけども、それでは最後3店舗目京都ホルモン梅新さんで焼肉食べていきたいと思います。行ってきます。この京都ホルモン梅新さんのランチやってるそうで、こちらランチメニューなんですけど、昼はもう満席で並ぶらしいです。すんげー人気なランチメニューらしいんですけど、ワキさんぜひということで、南国フルーツポークの豚バラ定食。この豚がパイナップルとバナナで育った豚を使ってるそうでして、それ聞いてるだけでね、めちゃくちゃうまそうだなって感じなんですけど、ちょっとまずはね、やっぱ気になるのがこの南国フルーツポークですよ。まだね、何もつけずにこのまんまでね、いただいてみたいと思います。あー、脂がね、ギトギトしてなくて、でこっち噛むと甘いこう肉汁が出てくる。で、ここにタレがあるんですけど、このタレなんですよ。さっき2店舗行きましたけど、梅新の唐揚げの秘伝ダレ、このタレがベースになってるそうです。特製の味噌がついてて、でタレつけてちょっとこうね、ご挨拶しておいて、うん、ちょっと2ブロックです。うん、あとやっぱこのタレうまいわ。やっぱりまた美味しくなりましたこれ。いや、美味しいっすよねこれ。すいません、このタレって売ってないですよね、お店で。常連になっていただいたお客様には販売はしておるんですけども、常連の方は一応売ってはいる。そうです。じゃあちょっとこれ京都在住の方は、タレめちゃくちゃ美味しいですよ。甘みも強いし、さっきの唐揚げのタレとはちょっと違う、これは元祖ですよね。そうですね、唐揚げの方は辛い方の辛いもちょっとミックスされて、はい、足しておりますので、100年続いてるタレってなかなかね、味わえないんで、これ結構注文が多い。そうですね、女性の方から人気がありまして。女性のお客さんは、はい、混ぜる感じで、じゃあ乾杯。トマト果汁すごいですね。トマト酢っていうお酢の方を使っておりまして、トマトのお酢が入ってるんですか。そうです。あとアルコールと相性いいですね、お酢は。うん、焼く前にキムチの盛り合わせなんですけど、全部無添加だそうです。こちらはラッキョウ。そうですね、こちらがラッキョウになって、ごぼうのキムチ、はい、きゅうりのキムチ、はい、白菜のキムチと最後がセロリのキムチ。あ、セロリなんですね、これ。このね、ごぼう食べてみたいですよ、ごぼう大好きなんで。ごぼううまい。キムチの味わいとね、ちょっと甘みが強いんですけど、ごぼうなだけに噛むと旨味がすごい出てきて、歯応えもいいですね。あ、これごぼううまい。あとね、気になるのがやっぱらっきょう。らっきょうのキムチって食べたことないですね。うまい。やっぱり京都ってやっぱ漬物がね有名ですから、キムチでもう何でもやっちゃってるっていう感じなんですけど、ただうまいっす。どちらかというとね、酒のあてよりもご飯の方が食べたくなっちゃいますね。うん、らっきょうとかハマっちゃったな。これセロリのキムチってのも食べたことないですね。あー、まあ、セロリはセロリなんですけど、ちゃんとキムチの味わいとごぼうと違ったね、またセロリ独特なシャキシャキ感がね。うん、いや初めて食べた。あ、これはちょっとビールですね。で、定番の、まあ、白菜。あ、うまっ。うん、これ全部無添加っていうのはまたね、ちょっと安心感ありますね。で、僕5つ食べた中では一番好きなのはらっきょうですかね。買って帰りたくなりますね。うん、はい。
ということでここからねちょっと焼きに入るんですけど、一発目はハラミでございます。お店の方曰くその日その時一番いい状態のお肉を提供してくれてる。京都に来て初焼肉ですよ。ハラミなんでね、ちょっとよく焼きなんですが、カウンター席もあるんですけど、そこもね、一人焼肉最適ですよ。いや今これも肉がうまくなってってます。秘伝ダレなんですけど、こっちが辛口でこっちが甘口で、さっき唐揚げのタレマヨですね、この2つがミックスされて唐揚げにかかってるそうです。正体はこれだったわけですよ。ちょっと僕はこの甘口ダレで、うわっ、うん、うまっ、ステーキですよこれ。ハラミステーキ、ハラミなのに口の中で溶けますね。希少部位感のごとく。うわー、もうリブロースですか。僕が一番好きな部位じゃないですか。大判リブロースでございます。お店の方に言えば焼いていただけるそうなので、これは結構注文も多い。注文多いですね。これはもう一気に豪華に、油出ますよね。油もそうですね。もう焼き加減はお好みで、はい、まあ、レアなのが好きな方はもう、これぐらいでも。おお、はいはい、はい、うわー、うまそう。うわ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 、はい、これハサミ入れてるだけで分かるんですけど、これすげえ柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい。これ溶けそうですね、口の中で。うわー、これやばいな。もう食べ頃だそうで、さっと塩コショウしておりません。そのままでも召し上がりいただきますし、はい、お好みで山わさびかわさびつけて、はい、召し上がります。まあ、やはりリブロースといえばね、僕はいつもわさびで食べてるんですけど、ムシンさん山わさびもついてるんで、2つのわさびをね楽しめるという。リブロースほんま贅沢な、ちょっとねこうわさびつけまして、溶ける溶ける溶ける、うん、やっぱりリブロースは裏切りませんね。あーうまい。こっちが山わさびもあるんで、うん、僕は山わさびの方が好きですね。でリブロース結構油出るんで、口の中のこの油をトマト灰でさっぱり流すというね。ホルモンがやってきまして、お店の方に聞きましたら、日本でその肉の消費量京都が1位らしいです。ちょっとね僕知らなかったですね。でその中でもホルモン焼きのお店がもう京都はもう激戦区 でその中でも3本の指に入ってるのがこの梅新のお店だそうです。いやさすが今回ねワッキー TV を呼んでいただけましたので、まあ、自信があるからこそですよね。であとこれも見てわかる通りに、まあ、ホルモンなんですけどすごい綺麗じゃないですか。店長さんが毎日ホルモンの仕込みにすっげー時間かけてるそうです。仕込みがすごいねこれ、丁寧に処理をされてます。ミックスホルモンのハーフサイズということで、ハツでも油付きこんだけ入ってるハツがほんま美味しいんですね。あ、確かにないですね。じゃあまずはねこちらの小腸から、京都ではね細っていうらしいです。
ね、これもこれ皮のところから焼いた方がいいかね。これもやっぱこれしっかり焼いて焼いて、これ絶対うまいわ。わかるもんこれ。レモンでいただくといいね。すごい口の中で。レモンがいい仕事してますね。この油をねいい感じにねこう中和してくれてるというか、これ30代半ば以降はこれでいった方がいいです。めっちゃうまいですね。僕もホルモン好きなんですよ。もうだ酢ですよね、もうずっと全部酢ですよ。これあれだな、明日お肌ツルツルだな。次はね、ハツなんですけど、これ見てください、こんなに油が多いハツ見たことありますか。焼いてて火柱が上がることってあんまりないんですよね。皆さんこれハツですからね、ハツですよ。でこのハツは甘口の梅しいの秘伝ダレでいただきます。あ、これハツですか。やっぱり脂がすごいからめちゃくちゃジューシー。ウルテというホルモンなんですけど、これね、繊細な包丁さばきがすごいですよ。すごいな、これ切れ目が繊細ですね。ウルテはレモンで、あ、うわっ、うん、コリッコリで口に運ぶ瞬間香ばしい香りが細かく切ってあったから、中でホロ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 こう分かれてくるんですよ。この食感もたまらないね。これレモンがやっぱいいですね。アラフォー以上の方々はホルモンはレモンで食べるというのがおすすめだと思います。はい、ということで京都ホルモン梅新さんで焼肉を堪能しましたけれども、いやもう一つ一つこだわりがすごくてめちゃくちゃ美味しかったですね。特にあのホルモンの仕込みがね、肉に精通してる人が見ればどれだけ時間かけてやってるかっていうのがね分かると言ってましたんで、ほんとね臭みもなくね美味しかったですね。であと僕知らなかったのが、日本で一番お肉の消費量が多いという京都だったっていうね。でお店の場所が阪急烏丸駅から徒歩 2,3 分の場所にありますんで、ぜひ美味しい焼肉梅新さんで、食べにあと飲みに来てみてはいかがでしょうか。今回梅新さんで3店舗ご紹介させていただきまして、わざわざ呼んでいただきましてありがとうございました。それでは東京帰ります。